こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、コストコのティラミスを食べたいと思います。でかいですね。で、今日はですね、ちょっと今 Uber Eats でね、ドリンク頼んでますので、それも一緒に食べたいと思います。で、今日のドリンクはキャラメルラテです。あ、これ美味しい。ほろ苦さもあって、甘さもあって、キャラメルがすごいよく効いてる感じがします。森山乳業こだわりのキャラメルラテ、さすが美味しいですね。うん、一番今まで飲んだなんかこういうカップのキャラメルラテで一番美味しいかも。じゃあティラミスいきたいと思います。うわー、第ワンスプーンね。うわー、うん、美味しいです。あ、ちゃんとチーズ風味も効いてていい感じです。うん、これはペロッといけちゃいますね。セミ、うん、怖いな。いつもメールが来る。チップを追加するの画面で止まっとった。注文しなかった。こういうことたまにあるんですよね。なんか慌てとう時とか特にある。ショック。なんか夜見るのと昼見るのって全然Uber Eatsあるお店が近くって面白い。スミ、もうなんでそんなにすぐ来るの。すみちゃんこ、すみちゃんこ、おー、偉いね、すみちゃんこできるね。ラン、うん、ちゃんこ、そこ、へへへ、お尻触られると嫌がっちゃね。なんでかな。痛いよ。コーヒーが来た。ドリンクが来ました。ビスティーコーヒー。まあコーヒーは1個も頼んでない、全部カフェモカとか甘いやつなんですけどね。このクマのマークがかわいい。これでもなんか角が生えてるね。悪魔はクマで、袋が好きだよ。うん、甘さが控えめで美味しいです。チョコレートがよく効いてます。チャイティーラテを飲んでみます。うん、めっちゃチャイの感じが
聞いてます。これはホットチョコレート。うん、ホットチョコの方がカフェモカより甘いです。ちょっとミルキー牛乳感がありますね。これはダーティーチャイっていう飲み物です。うん、タイより甘くないそういうことですね。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。いや、コストコのティラミスお得でめっちゃ美味しかったです。コーヒーもギリギリ最後までやってよかったです。皆さんも最後まで注文しましたっていうボタンを押すまで油断しないように気をつけてください。いや、とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。いや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 、ねるちゃんも食べてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル、スマイル。皆さん、うがい、手洗い、ソーシャルディスタンスしっかり対策して、盆が来た毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。